はい、皆さんこんにちは、鈴木啓太です。これね、皆さんすごく気になってるんじゃないかなっていう今日議論、プロになるためにはユースに行くべきか、それとも高校サッカーに行くべきか。これね、よく僕もね聞かれるんですよ。じゃあこれどっちに行った方がいいんですかっていうと、どっちがいいっていうのも言えない。もうこれ最初に言っときます。最初に言っておくんですけど、じゃあそれを紐解いていって皆さんどうしましょうかっていう話に、ね、なればいいのかなと思います。これ、この数字皆さん何だと思いますか？11人中9人。これはですね、10月に行われた日本代表対カメルーン代表の親善試合の時の数字なんですけど、11人中9人が実はユース出身だったんですよね。このユースっていうのが、じゃあどんなことしてくれんのと、メリットですよね。もうこれはですね、挙げればキリがないです。ユースのまず一つは環境すごく整ってます。例えば、ジャージとかスパイクとかそういったことも支給されることもあるし、天然芝でね、プレーできたり、学校よりもいい環境でトレーニングできるとか。でもう一つ、優秀なコーチに学べると。これ大きいですよね。何かというと、トップチームで活躍してもらう選手を育てると。そのためには優秀なコーチ、監督をユースのスタッフとして加えると。選手としても実績のある人が監督、コーチになったりしているケースが多々あるので、クオリティの高い指導が受けられる。まあ、この辺ユースのメリットですよね。でもう一つ挙げるとするならば、トップチームがユースチームを育てるためにお金を、使ってるわけですよ。あるチームで言うと億かけるチームがあるわけですよ。年間予算ですよ。これはね、なかなかじゃないですか。だいたいユースって一つの学年に10人ぐらいじゃないですかね。だから30人ぐらいかもしれないですね。寮費とかね、生活費なんかも含まれていると思うんですけど、ただそういった意味ではユースに入ることによってのメリットっていうのはすごくたくさんあるんですけど、そこにね、入るまでが大変だということもあります。逆にデメリット、皆さんもね想像できることかもしれませんけど、デメリット何かというと、そのチームで通用する選手っていうのを育ててるわけですよね。ってことは必要ないと言われるとトップチームに上がれないんですね。だいたいですね、1年間に1人か2人上がれればいい方かもしれないですよね。本田選手も、ジュニアユースからユースに上がれずに星稜高校というところに行きましたけど、その辺は入るっていうことに対して非常に狭き門かなと思いますね。で続いてですね、高校サッカーのメリットデメリット、すごくロジカルじゃないんですけど、高校サッカーを経験した人間の方が、強さっていう点ではあるかなって思ったりしますよね。もちろんその強さって何の強さだろうっていうのはあるんですけど、今は違いますよ。今は違いますけど、理不尽だったわけですよ。でも理不尽にも耐えるっていうことは、どんな状況でもどうやったら変換できるんだろうなっていう能力身につくわけですよね。でもう一つ挙げるとするならば、やっぱ高校サッカー選手権っていうのはあるわけですよ。でこれはこの大会で全てを出し尽くすっていうタイムリミットがあるわけですよね。なんかユースの先にはトップだみたいなありますけど、高校サッカーっていうのは高校サッカー以上のものはないわけですよ。要は集大成として一発勝負にかけるっていう、この思いを共有するっていう意味では、僕は高校サッカーすごく人生生きていく上では僕はすごくメリットがあるんじゃないかななんて思いますし、ユースとは実は違ったメリットとして、いろんなチームからいろんなスカウトを見に来るわけですよ。でそれでここには引っかかんないけど、ここのチームに引っかかるとか、そういうことがあるので、いろんなチャンスがあるかもしれないよっていうのがありますよね。高校サッカーのデメリットでいうと、環境がまだまだ追いついてないっていうこともありますし、全ての人が同じ気持ちでサッカーをやってるとは限らない。その目標設定っていうところでいうと、ズレがあるかもしれないのが高校サッカーのデメリットになってしまう部分もあるのかなと。でも僕の場合、高校サッカー出身ですけど、僕は学べることがたくさんあると思うんで、あまりねそこのあたりに対してデメリットを強調しすぎても僕は良くないのかなと思うので、自分のサッカーっていうものを考えた上で選んで、そしてユースに入れるんだったらユースに入るのよし、それはどっちでもいいと思うんですよ。ただ実は本題はここからなんですよ。
ユース、高校、サッカー、別にこれどっちでもよくって、それ能力のある人間はどっち行ったってプロになるわけですよ。でもプロになれなかった、でもサッカー頑張りたいっていう人間は大学に行ってサッカーするわけですよね。でこの大学に行ってサッカーするっていうことが、実は今この日本の中で結構大事なポイントなんですよ。どういうことかというと、慣れなかったとしても4年間成長するための期間があるわけですよ。この4年間しっかり鍛えて大学でですよ、そこからプロに行くっていうのが一つの道なわけですよね。結局その場所に行った時に頑張れるか頑張れないか、楽しいっていう字ありますよね。楽しむためには楽しちゃいけないんですよ。一生懸命頑張らなきゃいけないです。プロの生活だって僕もそうでした。楽したら楽しいところまでいかないので、自分が楽しんでできるか、まあ、そういったことを、ね、考えて、まあ、ユースなのか高校なのか、いろんな人生設計を皆さんで考えていただければいいかなというふうに思います。ちなみにケイトさんは今、はい、ユースの高校だったり行くとしたらどっち行きますか？ユース行った方がいいんじゃない？理由はあるんですか？今近い、プロに近いからかな。どういうことかっていうと、プロを間近で感じれるから、時々呼んでもらってやったりするわけですよ。そうすると感じれるじゃないですか。全然スピードも判断も違うし、そうするとどのぐらいにいないとプロになれないのかなっていう、その物差しができるんで、そういった意味ではいいかもしれないですけどね。